宮城県道35号線塩釜線は、宮城県仙台市泉区と塩釜市を結ぶ県道である。1983年1月11日、それまでのね、白石塩釜線から変更され、主要地報道となった。泉区西部の国道457号交点から仙台市地下鉄南北線。 泉中央駅前を通り、JR 東北本線沿いに、多賀城市を経由し、塩釜市に至る。スキー場がある泉が竹方面と、仙台の北の福都心である、泉中央福都心、そして仙円地区を結んでいる、仙台都市圏北部の重要な東西道路であり、片側1車線の急道から、片側2車線の振動への付け替えが、段階的に進んでいる。 JR 東北本線、岩切駅東側をガードでくぐるが、道幅が狭く、普通乗用車同士がようやくすれ違いできる状況である。なお、2009年4月22日に、仙台市宮城の区、岩切、多賀城市市川橋間のバイパスが完成、さらに市川橋、道州木島間の 1.1km も、同年7月30日に開通したため、 このガードをくぐらずに、高架橋経由で岩切方面から多賀城方面に抜けることができるようになった。泉区免許センター入り口交差点を中心に渋滞が激しい路線である。また多賀城塩釜間の塩釜街道は、道幅が狭く、この区間と並行する国道45号などの抜け道としては、使いにくかったが、蒸気バイパス開通で、 時間短縮と利便性が格段に向上し、抜け道として十分な役割を発揮できるようになった。多賀城市内沿線には特別史跡多賀城跡や、そこから発掘された資料などを展示する東北歴史博物館などがある。岩切から東の半分は塩釜街道と呼ばれ、江戸時代からの街道の光景である。岩切より西には特別な究明はないが、 古くから使われてきた道の光景である。西の旧道は七北田川北岸の松島丘陵南へを縁取るように緩い曲線を描き、泉市名坂間郵便局の前を通る道で、今は全区間が県道から外れている。東半分では岩切郵便局前の交差点から南東に岩切駅の位置を通り、 多賀城ョの北を通って南から塩釜に入るのが古い塩釜街道であった。岩切駅から東でほぼ旧道を踏襲していたが、これも蒸気のバイパスで岩切から多賀城までが迂回されるようになった。泉中央駅の南、ありがとうございます。